です。お疲れ様です。あ、よろしくお願いします。あ、すごい、よろしくお願いします。これがないと生きていけない。あ、めちゃくちゃいいんですよこれって、うん、家にまっすぐ帰らないとダメなんですか？一杯私飲んで帰りたいんですけど帰宅部寄り道部になっちゃうけど大丈夫ですか？生ビールジョッキ、大学に改めてまた挑戦するみたいな、うん、等身大のっておっしゃってましたけど、はい、実際は大学通ってらっしゃったんですよね、はい、どんな学生時代でした？大学時代ですか、うん、13歳からアミューズに入ってるんですけど、うんうんうん、やっぱ高校卒業するまではずっと地元の熊本にいて、はい、なかなかオーディションも受けられなくて、だからやっぱ大学に入って上京して、うん、よしやっと仕事頑張れる、もっと頑張らないとみたいな気合が入ってたので、はいはい、とにかくオーディションの日々だった気がします。あんまりこうサークルとかにも入ってなかったので、はいはい、でも授業はすごく好きでした。ウルトラマンの時とかは、うん、あの単位とかが結構大変で、はい、先生にお願いしたりお願いするともらえる感じってあれ何なんでしょう、なんか条件つけてとか、レポート出したらいいよとか、はい、なんかそういう講習をしてしましたよね。あと友達にも助けられて、はい、結構そのプレゼンテーションとかディスカッションとか、はい、授業にも参加して単位をもらうっていう授業が多かったので、出席重視だからプレゼンの用紙を作って、はい、読み上げる文章をまとめて友達が代読してくれたら単位もらえるとかあったので、はい、うん、友達が代読してくれなかったら単位取れないですし、うんうんうん、それを許してくれた先生にもありがたいなって思うし、うんうん、いい友達とかに出会いました、うんうんうん、ちょっと帰宅部ということで、はい、あの普段の帰り道のこともお聞きしてるんですけど、はいはい、普段はどんなことされてます？帰りの帰り道ですか、うん、明日のスケジュールを確認して、うん、はい、目覚ましをかける。朝強い派ですか？強くなりましたね。昔は本当に弱かったんですけど、はい、目覚ましで起きれるようになりました。すごい。これあのいろんな女優さんにお聞きしてるんですけど、出発前どのくらい前起きですか？30分前ぐらいです。基本も服適当なんで、うん、でキャップ切ってかぶって、はい、終わりです。メイクも現場でするし、うん、現場着いたら着替えもしちゃうので、うん、はい、そんなに準備が。でもそれこそ吉高さんが、はい、15分前ぐらいで。すごい。で、さくらさんそれより短かった気がするすごいな。でその後に清原さんに聞いたら、はいはい、清原さんはなんか1時間前ですみたいな、ちゃんとしてますねきちんとしてそうって言ったら、うん、え、これちゃんとしてるんですかみたいな確かにあの普通の、ね、出勤とかだったら普通なんですけどあ、やっぱちゃんとしてるな、ね、吉高さんはかっこいいな。吉高さんとも、ね、共演なんとか。そうですね、うん、あの東京タラレバ娘とか、はい、君の目が問いかけてるとかでご一緒したことあるんですけど、うんうん、やっぱなんか本当変わらないですね吉高さん。天真爛漫というか、すごい素敵ですよね。こういう撮影の時、まあ、今日は舞台挨拶でしたけど、うん、ドラマとか映画の撮影で必ず持ってくものとかありますか？あります。え、今日持ってきてます。何ですか何ですか？え、てかもう本当に、はい、これがないと生きていけない。あ、マスク書いてた。レッグウォーマーもうこれどこでも行ってるんですけど、はい、もうめちゃくちゃいいんですよこれ。とにかく暖かい、はい、で締め付けないから、うん、寒い夜とかもちょっとこれ履いて、もうなんか年に1回買い替えないと。もうずっと同じもの。もうずっと同じものを毎年色違いで買って、はいはい、色違いちょっとずつ気分変えて、ちょっと遊び心で色変えるんですけど、寒がりなので、はい、なんかちょっと暑いぐらいが心地いいんですよね。だからもう空き時間にはもう履いて、はい、ずっとなんか私服とかもワイドパンツばっか履いてるんですけど、はい、ワイドパンツが好きな理由はこれを中に仕込めるからっていうそんなにがっつりとこれがないとダメです。この中にこの中にレッグウォーマーが入ってるんですね。とか
か、まあ、ゲームとかもたまに持ち歩いてるスイッチなんですけど。じゃあ普段この移動中とかにゲームしたり、今もう完全にポケモンにハマっちゃってて、ポケモンマスターになるために、まあ GO じゃなくて、あの私はスカーレットをやってて、はいはい、めっちゃ楽しくてもともとゲームお好きですか？もともとすごいゲーマーで、あ、そうなんですね。あの実家に自分の部屋、うん、兄もいるんですけど、はい、私たちの個人の部屋とは別に、はい、ゲームの部屋っていう部屋があって、あ、夢の部屋もうそこでゲームをするっていうのが3日かなぐらい、はい、ゲームが大好きだったんですけど、はい、小学校3年生ぐらいの時に、はいはい、ゲームボーイアドバンスで、うんうんうん、でポケモンをやるのにハマってて、はい、でも母が夜遅くまでそんなゲームやるんだったら、うん、あの朝早く起きてやりなさい、だからいつも寝坊するんでしょって怒られて、はい、分かったよ、朝早く起きてやればいいんでしょって言って、うん、朝3時に起きてずっとポケモンやってたんです。朝って言うか3時ってでもそれでその3時に起きてポケモンやった日が授業参観の日で、小3、はい、で授業中寝てる子なんていないじゃないですか。なかなかいないですね。私もわー、こんななりながら授業参観を受けてて、はい、このここに母がいるのにずっと授業受けて、はい、母がすごい恥ずかしい思いをしたことから、はい、ゲーム禁止令が出てしまい、早起きでもダメになっちゃった。早起きでもダメになっちゃって、はい、で大人になったので、はい、ちょっと、あ、もう好きなだけ声をかけながらもちょっとポケモンはかけられてないんですけど、はい、まあ大人なんで、はい、自分の好きなようにゲームをしてます、それもずっとポケモンやってるんですか？ポケモンをやって気づいたら寝てて夢の中でポケモンやってたりとかします最近とか田んぼのところとかを車で走ってると、うん、なんかポケモンいるんじゃないのかなって思ったりそれぐらいも結構草むらからね出てくるんじゃないか、草むらからなんか草系のポケモン出てきそうだなって思ってストライクとか出てくるかなとか思って見ちゃったり、最近完全にポケモンのなんですよ。すごい、うん、ちょっと今日この後はのお話をね、うん、お聞きしたいんですけど、これって家にまっすぐ帰らないとダメなんですか？いやなんか、うん、あの私結構お酒とか好きなんですけど、はい、あの次の日にカメラ前に立つ時とかむくむから控えてるんですけど、はい、カメラ前は立たないので一杯私飲んで帰りたいんですけどあの渋谷のお店ですごいよく行くお店があって、はい、赤本料理屋なんですけど、これも、はい、そこに行きたいなと思って、ご一緒しても大丈夫ですか？あ、一緒に来てくれるんですか？いいですか？え、本当ですか？帰宅部がなんか飲み会部になっちゃいますけど、帰宅部、寄り道部になっちゃうけど大丈夫ですかちょっと、ね、寄り道ご一緒させていただいて。え、本当ですか？やった、初展開です。初ですか？帰宅部の初の展開。じゃあ熊本のお店、熊本の料理屋さんで、うん、うせがたんっていう、はい、新鮮の方が近いのかな、まあ、熊本料理もですし、はい、九州とかだったら置いてあるようなお酒があったり、うんうん、はい、っ飲みたいなと思って本当に普段から結構飲んでらっしゃるんですね。飲みますね、し飲んだら長くなっちゃうんですよねまあ近くなってきたかな。来ました、あのマネージャーさんとかとも一緒に行かれたり。あ、もう何度も。じゃあ皆さんおなじみのお店。そうですね、もう20歳ぐらいから行ってますね。です。よっしゃ。じゃあ行きましょう。しゃ。はい、今何到着しました。はい。はい、ちょっともうお腹空いてきました。結構その会社の方たちとも行きますけど、地元の友達とかも行きます。ここは。うん、いくつかあるんですけど、熊本料理屋で行くところは。ここもいいですよね。やっぱ注文していいですか？どうぞ。すいません、こんにちは、はい、生ビールジョッキ1つと、
お姉ちゃんに一人で飲むのはね、はい、いや、せっかくだったらみんなで。あ、ありがとう。デコポンも熊本の名物ですから。そうなんです。そうです。デコポンなんだ。デコポンじゃないの。デコポン。デコポン。デコ白い。デコポン。デコポン。気にしたことなかった。つまみでごぼ天とクリームチーズの醤油漬け。はい、とりあえずお願いします。はい、どうぞ。ありがとうございます。来ましたね、皆さん。すいません、なんか付き合わせてしまって。お疲れ様です。お疲れ様です。ありがとうございます。やっぱなんかこう生のきめ細やかさはすごいですね。毎回びっくりしちゃうもん。確かに食レポ癖になってますね。もう食レポしなくていいんですよね、これは。いつも通りの。あ、わかりました。じゃあ食べます。ちくわサラダ店赤牛の溶岩ステーキ。お水が美味しい。熊本城すごいかっこいい。調理欲が湧いた時だけ自炊はするんですけど、得意料理これ言ったらあざといと思うんですけど